桜田門桜田門の位置桜田門は、江戸城の内堀に作られた門の一つ。桜田堀と外旋堀の間にある。昭和36年に、旧江戸城外桜田門として、国の重要文化財に指定された。特別史跡、江戸城跡の一角を占める。なお、江戸城には内桜田門と、外桜田門の2つが存在するが、前者は、卑怯門とも呼ばれ。 単に桜田門という場合には校舎を指すことが多い。当初は小田原街道の支点として小田原口と呼ばれていた。官営13年にそれまでの作く小仕立ての門を現在のような真姿門に改築、桜田門と呼ぶようになる。外側の高来門と内側の渡り屋倉門の二重構造になっており、真姿を構成している。 大正12年の関東大震災で一部が破損、鋼鉄土造造りに改修される。安政7年にこの門の近くで、水戸藩老子らによる、大老、井伊直介の暗殺事件が起きた。伊庭は、現在建成記念館の建っているあたりにあり、桜田門から西に500メートルほどのところにあった。昭和7年には、昭和天皇の暗殺未遂事件が起きた。桜田門の正面には、 現在、警視庁の庁舎がある。このことから警視庁は、隠語で、桜田門と呼ばれることもある。国道1号を挟んで、法務省の赤レンガ胸が立っている。桜田門駅以外では、霞ヶ関駅が非常に近いほか、日部屋駅や長田町駅からも至近である。江戸城跡として、国の特別史跡に指定されている。他に重要文化財に指定された、江戸城の門には、 清水門と、田安門がある。旧江戸城外桜田門外桜田門、大国指定文化財等データベース旧江戸城外、桜田門にグラ門、大国指定文化財等データベース。ありがとうございます。